What's up everyone? It's Rina. 皆さんこんにちは。今日はアメリカで今すごく流行っているキャフィアミルクを使ってカッテージチーズを作ってみたいと思ってます。ちなみにこれです。英語ではキャフィアって言うんだけど、今ウクライナから来てるルームメイトがいて、その子がキャフィアミルクいいよって教えてくれたのね。キャフィアミルクって何かっていうと、キャフィアグレインっていう菌があるんだけど、その菌をヤギとか羊とか牛さんのミルクと混ぜて植えることによってできる発酵した乳製品。その中にプロバイオティクスっていう腸内環境を良くしてくれるものが多く含まれて、今私が住んでるアメリカとか欧州の方ですごく人気なので、実際にこれを買ってみました。でね、飲んでみたのね。ちょっともう一回飲んでみるね。すごいね、濃い感じ。こんなちっちゃいコップに入れて飲んでみます。ほんと少し、わかる？なんかね、すごいドロってしてるの。ほんとヨーグルトみたいな感じ。うん、なんか本当に味のないプレーンヨーグルトをそのまま飲んだ感じ。ちょっと酸味があって、でもなんか硬くてずっしりした感じの飲み物です。これを買ったはいいんだけど、たくさん余ってしまったので、今日はカッテージチーズをこれで作っていきたいと思います。材料はケフィアミルクとレモン汁。レモンはお庭から新鮮なものを取ってきました。まずはレモンを半分に切って、キャフィアミルク 300ml を熱した鍋の中に入れていきます。レモンもしっかり絞ってかき混ぜたら、沸騰がしない程度まで温めます。ボウルにペーパーナプキンを引いて流し込んで10分待ちます。10分後、水分をしっかりとって広げたら出来上がりです。意外と美味しくできました。せっかくなので、アボカドとプチトマトのカッテージチーズサラダを作りました。ドレッシングは醤油、オリーブオイル、わさび、レモン汁で作ります。皆さんもぜひやってみてください。